際に学生が企業に出向いて企業こういう企業があるっていうことに気づいたり、まあ、会社の中ではこんな仕事があるっていうことを実際に見てみるっていう経験がすごく大事だと思うんです。SDGs っていうのがファッション業界ではもうなくてはならない、どの企業もどのように解決していくかっていうことをすごく知恵を絞って商品化を考えているところなんです。これは学生向けというよりも、まあ、企業もその答えとかアイデアとかそういったものが欲しいんだろうなというふうにも思いましたので、まあ、学生らしい視点で自分たちで調査をして解決するようなものを考えてほしいなと思いました。ここでやっていると評価の仕方というのが、まあ、私から見る評価、友達からの評価という二方向になるので、それが実際社会に出て、まあ、企業として企画を出してみるとどういうふうに評価されるのか、どういうところが足りなかったのか、どういうところを改善していけば実社会に使えるような企画になるのかというのをやはりやってみないとわからない部分だと思うんです。それを学生のうちに、ね、体験できるっていうのはすごくこれからの就職活動にも活かせるすごく大事な経験だと思います。最初お会いした時はやっぱり緊張を皆さんしてるなっていう感じだったんですけど、今回発表を聞いてすごい短い期間なりに深く調べていただいてたんで、非常に分かりやすく、うちとしてもやりたい商品が実際にあったりとかっていうのがあったんで、とてもいい発表だったなと思います。ノンゴルフそれぞれに全くね視点が違っていたので、それが非常にアイデア豊かで面白かったなというふうに。短大生でも十分に社会に活躍できるんだっていうような実践力をつけるのは、まあ、今のこの2年生になったばかりの時期で行うのがすごく大事なことじゃないかなというふうに思います。